Many. うん、OK。OK、OK。また来るから。また来るから。改めまして、小沢です。ホーチミンに来て数日が経ったんだけど、やっぱりね、ベトナムに来て思うのが、すごくね、物価が安いなっていう印象をすごく受けます。なので今日はスーパーとかこう市場に行ってみて、そのね、物価をね、調査していきたいと思います。今僕のこの後ろに映っているのが、コープマートっていう、まあ、ショッピングマーケットみたいなところになるんだけど、まずはね、ここに行ってみて、日常的に使うような洗剤とか、多分そういったものが置いてると思うので、金額の調査をしていきたいと思います。で、今宿泊しているところから、コープマーケットっていうところまで、だいたいね、1.5 キロぐらいあったんだけど、ここまではね、グラブというアプリを使ってバイクタクシーで来ました。で、だいたい金額が1万4000ドン、うん、だから日本円にするとね、70円ぐらいで来れます。まあ、そのあたりもだいぶ安くね、交通手段は使えますので、ぜひね、東南アジアに来た際はそのグラブというアプリも使ってみてください。はい、スーパーの中に入りました。まあ、なんか雰囲気は日本とそんなに変わらないかな。いきなりだけど、これは多分洗濯物の洗剤なんだけど、これがね、桁がむずい、14万7千ドンだから、これ一つ消して700円ぐらい。これで何キロ、とんでもないデカさのこれが700円、これがだいたい800円ぐらいで、これは皿を洗うやつとかはどっちだろう、こうだからだいたいね、350円ぐらい。桁が難しいわこれね。なんかね、ドンは0、2つ消して割るにしたぐらいがお金でちょうどいいんだって。もうこんがらがるね。それぐらいでもこんなんが300円とかね、これ700円とかで買えちゃうから。こちらはよく見るダウニー、なんと 3.5 リットルとんでもねえデカさで、これで、まあ、1000円ぐらいですかね、約。こっちは普通の洗剤かな。これなんかは500円とかで買えちゃうね。 1.8 リットル500円ぐらい。洗剤は安いです、家庭に優しい感じで。ここら辺は水のエリアなんですけど、これエビアン300円、結構高い。このめちゃくちゃでかい水もこれで150円とか、このでかさで。これでね、これなんかは1本20円とかだね。水は1本20円とかで買えちゃいます。あ、なんかタイガービールってのが結構有名なのかな。これ1本90円ぐらい、ビールだよね、はい、90円。あ、ハイネケン、有名なハイネケンなんかも、これなんかも100円しないぐらいで買えちゃいます。あ、これかな、有名な、なんか333っていうベトナムで有名なビール、これなんかが60円、1本。安いな。お酒好きな人にはたまんないんじゃないだろう。これはレッドブル95円だ、95だから40円ぐらい、レッドブル。安いな。やっぱりコーラはこちらは100円です、2リットル。お菓子なんかも見てみましょうか、せっかくなのでね。ただそれっぽいお菓子が売ってるわけではないな。80円ぐらい。これどうなの、安いの、80円って。オレオ、こんなんなんかね、お子さんがいる家庭なんか食べるんじゃないでしょう。これは150円とか6個入り。こちらなんかは 2万7千ドン、130円40円ぐらい。これも6個入り、そんぐらいの相場感です。そうなんですよ、お安いでしょうか。あー、これ絶対美味しいやつだな。これね、こういう系は美味しいですよ。これなんかも100円ちょっとで買えちゃいます。なんか日本で売ってるポテチみたいのがあると分かりやすいんですけどね。 ありました、ポテチ、こちら日本では売ってなさそうですが、いくらなんでしょう。なんとこのね、ちょっとちっちゃいやつとかは25円です。25円で、ちょっと大きめのやつが50円とか、こんなんが安いな。やっぱりポテチ系安い。お菓子、水、洗剤はとてつもなく安いです。そしてフルーツが好きな人はこのエリアでしょうか。はい、このケンクジャラのやつは、3、2、
計算が難しいんだ。これ1個ドリアンが1個500円とか、1個500円、ドリアン買ったことないので分かりません。こちらも海外でよく見そうな果物エリアになるんですけど、バナナはこれ1房で、4本入りで50円とか。バナナ4個で50円では買えないもんな、日本では。リンゴはキログラム350円ぐらいです。リンゴ買ったことございません。こっちは、あ、すごいな、生肉コーナーみたいのもあって、こんな感じで結構生々しいお肉がディスプレイされてます。どれぐらいなんでしょう、だいたい700円ぐらいでしょうか。どれが700円でどれがどれだかわからないですけども、はい、こうやってエビとかね、やっぱり魚が気持ち悪い、いっぱいあります。新鮮そうな魚も売っております。ごめんなさい、ちょっとどれがどの、お魚なのかがわからないため、まあ、安いことを願いたいと思います。おお、生きた魚も売ってるんだ。卵は、300円だから、10個で150円、安いね、やっぱり10個で150円です、うん、こんなやっぱりいい感じにお安いですね。あ、これは嬉しいですね。カップラーメンエリア、これは私食べます。こちら日本でもあるカップヌードル、これはいくらだと思いますか。こちら60円です。普通の、カップヌードル、トムヤンクン味、種類も豊富です。こちらは60円で買えます。これは70円とかぐらいと変わったやつだね、まあ、100円もせず1個買いたいな、カップ麺。あ、辛ラーメンなんかはどうなんでしょう。あ、でも辛ラーメン1個100円、やっぱこれはちょっとお高いですけども、他に比べたら。これ1キロのカップラーメンで450円、まあ10パックぐらい入ってるんじゃないですかね、これだと。安いな。サランラップ1個80円だから、まあまあちょい安ぐらいだね。何ですかこのサランラップ。えとっても使いづらそうなサランラップですね。そしてお米ね、お米は大事でしょう。お米は5キロで、これ比較的して900だから450円ぐらい、5キロで450円。米は、米ってタイ米になるのかな、ベトナムっていうのは。ベトナム米ってあるのかな。でも日本の米に似てるな、すごい。これジャパンっぽいもんな。歯磨き粉は400円とかこんなんで、これなんか日本でも見たことありますけども、これで200円ちょっとですね。量は分かんないですけども、歯磨き粉とかはあんま変わんないな。こっちはヨーグルトだ、こういう乳製品系、ヤクルト10本入り、500だから250円、約250円。どうなんでしょう、ヤクルト食べないもんな、私は。ヨーグルトがこれは4個のやつで120円とかです。アロエヨーグルトみたいなやつ。なるほどね、相場感はなんとなく分かりました。はい、続きましてはベンタイン市場というところに来てます。ここはね、ベトナムホーチミンでも有名な市場の一つみたいで、とにかくね、めちゃくちゃでかいみたいなんだよね。こちらが入り口になるんですけども、もうでかいです。で、向こうからずらっと全部これお店です。で、僕はね、だいたいこういう市場に来ると基本見てね、何も買わないっていうのが毎回のオチなので、今回は何か一品だけ買いたいと思います。食べ物以外でね、はい、バッグなり洋服なり頑張ります。一品だけ、最低一品。はい、早速ね、正面入るとこんな感じで、なんだろう、食べ物系のお店がたくさんある。あ、ちょっと喉乾いたんだよな。フルーツジュースみたいに何かな。マンゴージュース。マンゴージュース、いや、マンゴージュース、マンゴーアップ、あ、どうしよう。あ、マンゴージュース、いや、下、はい、早速頼んでしまいました。そういえば、まだこっちに来てから南国のフルーツみたいなジュースみたいなの飲んでも食べてもませんでしたので、ここで初のマンゴージュースいっちゃいたいと思います。
私の想像だとマンゴーをめちゃくちゃすりつぶした、フレッシュなマンゴージュースをイメージしてます。いい音が鳴ってます。おそらくこちらが私のマンゴージュースではないでしょうか。夫婦で営んでおられるこちらのお店、夫婦かどうか分かりませんが、はい。そしてこちらの建物内はですね、もちろんのこと冷房なんかありませんので、とんでもない暑さです。来ました、マンゴージュース TQ。 見てください、甘い。こちらこんなたっぷり入れなくてもいいんじゃないでしょうか。いただきます。予想通りマンゴーをそのまますりつぶした感じのクソうまジュースです。濃厚。これ25,000ドン、160円とか。うまっ。ナイスお茶、美味しいです。はい、想像以上にうまかったです、マンゴージュース。僕の今日のミッションは1個何か買うですから、皆さんに長田もやりゃ1個買えるぞっていうところをね、ぜひお見せしたいと思います。その辺ね、物価を今日はお届けしたいので、ちゃんとねハウマッチを聞いていかないといけないですね。さっきのマンゴージュースは、120円ぐらいで飲めます。はい、こちらはどう見ても、偽物の財布がたくさんあります。この辺はまあカゴですね。カゴは私は取ってありません。そして女性用のココアサンダル、ここはちょっといらないな。No, thank you。 ここはどうでしょう、ちょっと洋服なんかありますから、ノースリーブぐらいだったら私買えますから。一応金額聞いてみましょうか。パタゴニアならぬサイゴニア。あ、サイゴンエリアだから、サイゴニア。なるほど。あ、パタゴニアっぽいのもあります。ハマチ。オーケー。ハマチ。こうやってね、中まで出ます。28万ドンっていくらだ。まあ1400円ぐらいです。サイゴニア T シャツ。ちょっといや。OK、ハマチ。なんです。え？1400いらないでしょ。ハマチ打てと。いくらよこれ。千何？18万ドンにしますってことだったら900円とか、いきなりだいぶ値下げになります。のの T シャツいらない。あらん。はい。え？すごい掴まれて返していただきます。いや。あらん。オッケー。あらん。なんつったらいいんだろう。買う T シャツいらない。最後ドン。最後にやっていいだといらない。の、no、最後。オッケー。え？10万ドンになったので500円でいいよということで。オッケー。の、最後ドン T シャツ。の、いらない。見てからまた着たいの。はい。これも見ろと。待たる。最後にや。最後ドン T シャツね。最後にやっていいだね。これ何？ティンティン。ティンティン？Yeah. 何ティンティンって、ティンティン。What's ティンティン？ Oh. What size？ ティンティン。ティンティン。ティンティンって何？ティンってベトナムでなんていうの？あんまりティンティンインベトニー。いっぱいあるね。あ、メニーメニー。オッケー。オッケー。また来るか。また来るか。サイゴニア T シャツをいくらか聞いただけで2、3分腕をつかまれ抜け出せません。そういう感じか。気安くハウマッチ聞いちゃダメだな。疲れた今のマシャンナル。サイゴニア T シャツやめてくれよ。もうサイゴニアの罠がたくさんありますので皆さんお気をつけください。こちらです、サイゴニア T シャツ。形がね、四方八方一緒だからね、今自分がどこ歩いてんのか分かんなくなるわ。多分入ってきた入り口はこっちなんだけど、こっから見るアングルってさ、こっちもさ、こっちも、こっちも全部一緒なのよ。
だから分かんねえんだ今何をどこを見てんのか。もう振りくってきたよ。変える自信がありません僕は。はい、皆さん購入しました。人生初こういったところで購入しました。やっと、購入したものは、パチモンのパンツ2枚になります。実用的な買い物をしてしまいました。こちらで、12万ドン日本円で600円ぐらい、1枚300円です。ただ物価調査と言いながらこちらの市場の調査は全くできておりません。とりあえずパンツ1枚300円で買えるっていうことは皆さんにお伝えできますので、あとはご自身で調査をお願いします。はい、場所を移動してこちらはどこかというとマッサージを受けてまいりました。60分コース、全身もみほぐしをしていただきました。 Thank you very much。 OK ですか？ OK です。あちらの方にやっていただきました。マッサージの、相場もしっかりと。まずはですね、足を2分ほどあったかいお湯に、ほぐしまして、今はねこのなんかジンジャー、あったかいジンジャーですけども、来た時は冷たい紅茶をいただきまして、したら2階のね部屋に、連れて行かれまして、そこはちょっと真っ暗だったので撮影がねしたかったんですけどできず、顔面にキュウリを、つけていただくという初の経験を持ちながら最高のベトナムマッサージを受けてきました。金額はというと25万ドル、合ってるかな、250万ドルなので、日本円にすると1250円くらいかな。満足度が高いです。ここケアというお店になります。はい、最高でした。ということで本日はベトナムの相場感をスーパーに行って、そして弁天市場に行って、ここマッサージ屋を受けに来ました。総じて、お得感はあるんじゃないでしょうか。はい、もう頭がぼんやりしておりますのでこちらで終わらせてもらいます。ぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。では本日はこちらここケアで、はい、終わらせてもらいます。こんにちは。こんにちは。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。